さあ、録画開始した。本日紹介するゲームはこちら、エンドレススペース2のバージョン 0.32。一応今のところアルファ、パブリックアルファの指定になっておりますが、今回、追加された、こちらの、リフトボーンの後に、もう、次、このアップ、今回のこのリフトボーンを追加した、リフトボーンアップデートで、ほぼ完成。で、次にあと1種族追加してファイナルアップデートっていうふうに言ってたので、もしかしたらもう近々、発売するかもしれません。で、ゲームも大体固まってきたので、今回放送していこうかなと思ってます。まあ、実際に僕がやり込むのは発売してからになるんですが、ひとまずまあこういうふうなノリで作ってるから、まあ、みんなワクワクしてねっていうのをお話をしていきましょう。アルファ版の時点では、まあ、ソフォンとクレイバーと、ルミナスと、やっぱ見た目はデザインセンスの差がでかい気がする。はい、そうです。もう、この時点でね、結局、マスエフェクトアンドロメダ足りなかったのはこれなんでね。マスエフェクトアンドロメダ足りなかったのは、新しい宇宙人です。で、今回は、エンドレススペース1の、種族、まあ、ソフォンなり、クレイバーなり、ホレイショなりいますけど、さすがはフランスの会社。そう、そこな。うん、そこな。センスの違いね、完全に。やっぱあれですよ。宇宙人どころか異次元種族。そうね。で、その後、最初にリリースしたのが、ソフォン、クレイバー、ルミネス、ボダーニの4種族。そこから、ユナイテッドエンパイアップデート、ホレイショアップデート、リフトモンアップデートって形で3回。ダンプさんに中臭いもんね。うん。ハリウッド星人ね。中に人が入ってそうなやつね。の、アップデート繰り返されて、で次に、あと1種族追加して多分完成になります。リフトボーンのオープニングムービーが本当すごくてね、びっくりしたわ。もう宇宙のゲームこれだけでええやってなった。本当にね、宇宙のゲームこれだけでいいやってなるよ。リフトボーンは船もかっこいいんだよ。そうそうそう、あかん枠が。Ours was a pristine universe. We knew nothing of your endless, your dust. Until. あかん枠が。はい、ニコニコ動画で、ご覧になれて皆様の方に枠がオープニングムービー途中で切れてしまうって残念な結果になってしまいましたが。まあ、ムービーに関しては YouTube の方に上がっておりますので、ぜひとも YouTube の方でご覧になってください。この形で非常にワクワクするね、種族になってます。リフトボーン。具体的にどんな種族かっていうとですね、異次元人です。このエンドレスユニバースと、まあ、エンドレスユニバースそのものが今のこの、地球人の、ユニバースと非常に近い、物理法則になってるんですけど、そっかとはまた全然違う物理法則の宇宙から、やってきた種族になってます。何らかの影響によりそういった、物理法則が、壊れ始めて、宇宙の崩壊に、面したリフトボーンという種族が、一流の望みをかけて、エンドレスユニバースに逃げ込んだっていうのが、物語のスタートになってます。ギャラクティックシバジェーション3で言うと、サーランが当たりますけど、サーランとはえらい違いますね。
もともとエンドレスユニバースにいたって種族じゃなくて、も違う種族にいた、コード文明の種族がの、末裔が、このリフトボーンに当たります。で、特技は、この星系の時間を早めるなり時間を遅くするなり時間を止めるっていうのは時間操作能力です。時間を操作するとんでもない種族になってます。ただまあ この種族に関してまだちょっと調査が進んでないんで、もうちょっと分かりやすい種族を使いましょう。僕が使ってるのは、ユナイテッドエンパイアですね。工業が死ぬほど強いっていう種族です。まあ、工業強かったら船バンバン出せますし、施設もバンバン建てれるんで、結構いろんな面で、楽できます。今回はまあ、それほど工業が強いっていうわけじゃなくて、どちらかっていうと、まあ、工業強いには強いんだけど、工業が強いというよりも、何か物を所属ごとに PT な特性つけてるのはプレイ感覚が違っていいよね。そうそうそう、種族ごとに全然ね、性能が違うんよ。まあソフォンなんかでいうと研究特化で、ユナイテッドエンパイアは、施設なり、物を作ると勝手に、外交地が手に入るっていう、どん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 産業を動かせば、ガンガンと、外交地が手に入るっていうすげえ強い国家で、ホレイシュは人が増える。前回のホレイシュは人が増えるっていう種族だったんですけど、今回のホレイシュは人が増えるんじゃなくて、いろんな種族の、DNA、遺伝子を、自分の種族に加える。言ったらその仲良くなった種族の、特徴を、自分の種族に加えることができるっていう形の遺伝子強化型の種族になってます。今回人口上限大きいから個人的には人口伸びやすいホレイシュがほんと強い。うん。で、リフトボーンは、星系の時間を操作するっていう時間能力。まあ、ターンベース、1ターンに、1ターン進むっていう当たり前みたいなレベルの、ルールをぶっ壊した、国家になってます。クレイバーは前回と一緒で、惑星を汚染しながら惑星からどん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 リソースを引っ張り出すっていう種族と、あと戦争特化、外交ができない。ルミネス、金払うと入植できる。バカか。ボダーニ、死ぬほど人口増えにくいですけど、一応これは、どういう国家に当たるかな。その種族特性そのものはすげえ強いんだけど、人口はとにかく増えなくて、どうやって人口を増やすかっていうと、アークシップっていう箱舟を使ってなりですね、他のいろんな船でですね、別の種族の政権に滞在して、そこから、エッセンスを奪って、そのエッセンスで人口増えるっていう風な一風変わった種族になってます。この形エンドレススペース2はですね、まあシビラゼーション6みたいな形でですね、ただ単純に種族の数、種族って国家の数増やしましたよっていうだけじゃなくて、全く違う、ゲームのプレイフィールを、提供してるっていう点で、何周も楽しめる。少なからず8周はできる。うん。ゲームになってます。ゲームのデザインの時点でガルシブさんより先を言ってるわ。知ってるわ、それぐらい。それぐらい知ってるわ。なんで割と尖った種族をいろいろ集めて戦うっていうゲームになってます。まあ種族を尖らせず、その分 AI デザインもやりやすいっていう魅力がありますね。僕が好きなのはユナイテッドエンパイアですね。考えるのがすごい楽なんで、とにかく物作りゃいいんだよ、物っていう風な形で、獲物ガンガン作るだけで強くなるっていう。相変わらずアートワークすごいっすね。はい。バランス調整大変そうだが。バランス調整に関してはどちらかっていうとゲームシステム的にバランス調整してるって形かな。強い部分をぶつけ合うっていうゲームのゲームなんで、このゲーム。ユナイテッドエンパイアのオープニング本当に面白いよね。こうやってね、赤と白のこういった割とコントラストの効いたポスターのデザインを見るとですね、どうしてもなんていうか、なんで北の国から思い出すんですね。この北の国ライクなポスタリゼーションが後半数値がインフレするからぶっ壊れでバランス取ってる。そうそう、北斗の拳なんよ、簡単に言うと。世紀末スポーツアクションゲーム、ノリがスターシップトルーパーズ長。まあ、どちらかというとそういう国家ですね。産業イコール軍事イコール宗教っていう産業封建国家っていうノリですね。いいよね、ロシア構成主義。はい。
ロシアは本当デザインすごいからね。でお約束通り最後こういったちょっとディストピア調で、あのこういった現実をお見せするっていうのがすごいね。センスがもうずば抜けてるよね、本当に。ああ、今回は少数勢力ですね。で、前作の、メジャーファクションが今回マイナーファクション落ちてます。例えば、ユナイテッドエンパイアなんかで言うと、筆章が、少数種族になり、ユナイテッドエンパイアに、併合、されてます。また、それとは別に筆章だけの国ってもあるにあるんですけど、マイナーファクションに落ち込んでますね。前作で言うと確かアメーバなりピルグリンもそうですね。あと、まあ、それだけじゃなくていろんな、楽しそうな種族ですね。惑星サイズの、コンピューターの種族もなりですね。いろいろと SF 的に。そうです。SF の質がこっちの方が高いんよ、単純に言うと。アメーバちゃんは怪しい。ははははガルシグさんと比べるのは公開系に近い気がしてきた。はい。あんまり言いたくないんだけんね。ユナイテッドエンパイアに関しては、ものを作ると外交が手に入るっていうふうなとんでもない国家です。なんで、ガンガン外交を気にせ、とにかく、施設をガンガン作れば、外交地が手に入るんですね。その外交地を使って、政治をコントロールしていくっていう、工業がそのまま政治になったって種族になってます。で、こういったその種族のデザインと種族の背景が一致してるっていうのも、エンドスペースの、特徴でありますね。テックツリーが変わりました。維持費がめちゃめちゃ上がったので序盤から影響力稼げるの強い。うんうん、そうそうそう。で、テックツリーが、アルファ1の時は、エンドレスレジェンドと同じように、テックティア1、テックティア2って形で、ティア1のテクノロジーをいくつか unlock した、ティア2に行きますよってノリでしたが、前作に割と近いものになりました。4つの、カテゴリーに対して、1個研究したらティア2がアンロック。ティア2だと2個研究したらティア3がアンロックって形になってきます。で、エンドレスレジェンドの場合だったら、ティア1、ティア2のテクノロジーポイント関係なく、研究したら研究した分だけ、どん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 と、必要なビーカーが増えていくので、研究する順番すごい大事よっていうゲームだったんですけど、今回一応ティア1、ティア2、ティア3で順当に、コストが伸びていくっていう風なものになってます。まあ最初米ですね。なんで前作のエンドレススペース1とほとんど近い、テックツリーになってます。ただ、次の上位のティアのテクノロジーアンロックするのが、研究したテクノロジーの数っていう形になってるっていうぐらいかな。で、この青い線は、この下位研究しないと上位研究がアンロックできないよっていうのがあって、んで、この真ん中にあるこの線が、排他的な研究になってるっていう線ですね。こういった軍事的なレベルでも排他的な研究は結構たくさんあるのよ。例えば、レーザーを特化するか、ミサイルを特化するかっていうのが排他的になっているって形で、ある程度、ゲームプレイに応じて、ユニットの特色が出るようになってます。なので、ティア2はミサイルにして、ティア3レーザーにするなりですね、そういった切り替えができるっていうような形になってます。この内容で研究していくと結局のところ、どっかがその物理が強い、キネティックが強い。この辺は終盤までいじられるんだろうな。そうですね。今のところまだアイコンがない研究があったりするので、この辺で結構変わってくると思います。戦略資源使う装備が強くなっていい感じ。まあ、それはエンドレスレジェンドの時からそうですね。で、エンドレスレジェンドの時にあった、技術研究競争ですね。このティア2だ、このこれだったら先に、
エンドレスリサーチパーク、エンドレスワールドを、建設すれば、ギャラクティックアーチメントとして、ゲーム中に1個しか存在しないっていう風な、建設を立てる競争があったり、先に、8個惑星入植したら、得られるっていう風な、そういったティアごとの競争があったりします。それとはまた別に、クエストですね、ゲーム全体にゲームプレイ全体に関わる、ストーリーにあたるクエストもあるので、そういったクエストなりですね、ギャラクティックアーチュメントを、追求していくっていう形が、基本的な、エンドレススペース2のゲームの進め方になります。ぼやぼやしてる誰かが取っちゃうっていう形になってるので、ね、でシブみたいにいらない遺産がないっていうのは結構大きいです。まあ遺産の数そのが少ないってもあるんですけど。あ、失礼。で、そうですね。一回、確かアルファ1の時に実況した時は、こういったそのテック3が、まあ多分ここはいじられるでしょうって話したんですけど、まあ前と、エンドレススペース2に、エンドレススペース1に近い、テック3になりました。まあ通常のテック3ですね。順番に低い技術から順番にアンロックしていって、より高位の技術に到達するっていう、テック3になりました。で、法案もね、結構変わりました。法案に関しては、アンロックするのに、新しい法案を、レジェンドと比べるとディストリクトの代わりにならないから弱いかな。いや、そうでもないよ。ディスクリプトが、エンドレスレジェンド20ターンごとにあるディスクリプトは、あれはゲーム全体を支配しすぎてた部分はある。いかにしてあれを取るかっていう風なゲームだったんだけど、それよりは若干マイルドになったってイメージあるかな。で、今回政治が、新しく追加されました。で、政治何すんのって言われると、政治はテクノロジーを研究していくと法案スロットが増えていって、その法案に、いろんな新しい法律を施行する形になります。スーパータックスアクトだったら、お金たくさん取れるけど、幸福度が減るよっていう風な法案で、これに関してアップキープコストなしですけど、デメリット付きの法案に関しては基本的にアップキープのコストないです。で、こういったその誰でもできるっていう、そうそうね、この辺のデメリット付きの部分に関しては基本的にアップキープコスト変わりません。で、政権、これちょっとまあ複雑になるんで後で説明するんですけど、政権を取っていくとどん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 強い、法案が施行できるようになります。こっちデメリットなし。で、デメリットがないものに関しては、アップキープコストとして、外交値、インフルエンスを消費します。前はこういうのを取るごとに、まとめてごそっと払うっていうシステムだったんで、いつ、取っていくかって結構重要だったんだけど、今回に関しては、まあ、特に気にせず、アップキープコストだけ見て、導入できるんで、新しい法案がアンロックされたらどんどんと、アンロックできる、形になってます。で、そういった政権とは何ぞやっていうとですね、こっから先はちょっとめんどくさくなるのよ。エンドレススペース2の場合は、何か物を作ると、その物を作るその種類によって、政権が変わります。例えば、ゼノインダストリアルだったら、インダストリアリストという、ポリティカルインパクトが発生します。4X ゲーもちゃんと進化しとるなぁ。子さんの 4X ゲームもっと挑戦してもいいんじゃなかろうか。シビライゼーション6はゲームエンジン、いやゲームの設計部分かなり挑戦的に作ってるから、僕はそこはちゃんと評価したいですよ。ただローンチ時点の AI がクソやっただけで。で、まあ作るものなりによって、いろいろと
政権が変わるものになってます。いった平和的なものを作るとどんどん平和的な政治になっていって、そして工業的なものを作ると工業が伸びていって、そして戦争的なその船を作るとどんどんと軍事に偏っていくっていうものになってます。まあ、戦争ガンガンしている国はどんどんその戦争の方に政権が偏っていって、そして戦争系の強い法律を施行できるようになるっていう形になってますね。前回のアップデートの時点では、まとめてごそっと、政権を取るのに、ポイントを支払う形になってたので、ある、一定時期までがっつりと、そっちに、一方向の政権に偏らせ、そしてでかい政権を取ったら次の、政権を取るって形で、政権をぐるぐる回しながら、強い法律で強化していくってゲームでしたが、今回の場合、今回の、調整に関しては、今やってる方向に関して、どんどん強い政権が取れるってものになってます。しかし、アップキープコストとして、このインフルエンスが必要となるって部分だけ覚えておいてください。これは後で重要な話になってきますので、インフルエンスはいろいろ使い道があるんじゃよ。ニューコロニールールな、どうしようかな。これ今つけても意味ないしな。影響力ごそっと使うのは少数勢力になったね。あと政権ね。うん。政権コントロールも結構重要。これでいいや。まあ、一番インパクトが少ないし。で、こういった法案なり動向に関しては、いつ取りやめても、別にその消費、影響力消費することはありません。一旦ごとゴロゴロ交換しても問題ありません。っていうふうな割と緩いものになってます。まあ、とりあえず船動かすか。あと個人的にお気に入りの機能はこれですね。プローブですね。あ、ピルグリム発見。探査艇が、プローブを飛ばすことができます。で、プローブは5ターンの間ずっと飛んでいって、その自分のセンサー範囲内の地図を明かしてくれるってものになってます。前作は帝国特製で生産力倍サラミドンみたいな感じだった気がするが、今回はどうだろう。今回のユナイテッドエンパイアはそこまでひどくないですけど、工業、物を、施設を作ると、インフルエンスが増えるっていう種族になってますので、ガンガンと工業力増えるとともに、外交地もどんどん増えていくっていう、割とプレイしやすい国になってますね。あ、ごめん、ヒーロー忘れた。ヒーローは、エンドレスレジェンドの方になっちゃいましたね。エンドレススペースの方が好きだったんだけんな。ちょっと正直これ分かりづらい。インフルエンス増やすのにつけとこうかな。とりあえず、まあ人口欲しいから人口につけるか。こいつの貼り付け。ここは良くないね。まあ好みの問題ではあるけど、僕はどっちかっていうと、っていう形かな。まあ、いらないヒーローは、艦隊に加えて、戦闘ユニットにしても使えるって形なんで。まだ見やすい。は思う。また種族発見したっぽいっすよ。おや、画面止まってる？今動いてないよね。
なんかニコニコ動画ちょっと調子悪いっぽいんよ。さあどうだろう、動いてるかな。一瞬止まった。あ、ほんま。あ、確認できた。オッケーオッケー。あ、住めるとこあった。新しい星系を発見すると、こういった、惑星のプレビューがあったりします。こういうのマップあるとないと全然違いますからね。しかし音楽はやっぱりアンビエント。うん、それはある。あ、クリーバーや。ここおったっぽいね。あ、ホレイシェや。え、誰か。なんか近いな、珍しいな。なんかホレイシェ住んでなかった。ここがホレイシェ住んでるんか。で、今回の惑星の入植の方法が、若干変わりました。移民船で惑星を入植した後、まずアウトポストという状況になります。あ、これ今ホレイシェが何年うちの近くに入植してんの、殺しますよっていうふうに言ってる。入植すると、20数ターンほど、同じ方向性のデザインではあるけど、アイコンとか上のセンスがいいんだよな。それはエンドレススペース1からそうですね。ユーザーインターフェースそのものがゲーム、力学になってるっていう部分はすごくよく完成、よく練られた。ゲームの設計が早いうちに完成してるから UI に力入れられてるっていうのもありますね。うん。で、入植した後直接もうすでに人口が発生するなく、数十ターン、今回と24ターン経ってようやくコロニーになるって形になります。コロニーとして機能する前に、まずコロニーとして整備をしなくちゃいけないって形になりますね。で、それに対してお金を払うと、10ターンで入植完了する。または、影響ポイント75ポイント払うと入植完了するっていうような形で、入植の高速化をコスト払うことによって発生するものになってます。ここに関してはどうしようかな。ホレイショ済んじゃってるんだけど、このまま、こいつを貼り付けてると、そのうち入植しようとしてる敵に封鎖されて全焼地潰されると切れそうになる。なるよね。なんで今回それやろうと思ってます。こう待機、じゃあ殺そう。たまたま近くにあったし。ほいじゃあ、ほいスタート。あれ減ってない？アウトポストなんかターンがインフィニティになってんな。死ぬかな思ったんやけど。船用意しようか。ホレイショがどうやら、ゲーム終盤のゲームスピードが落ちないといいな。はあ、それな。資源の支援がないからインフィニティなんだね。はあはあはあ。800万パー達成するか、600ダスト集めるか、エクスプロー、キュリオシティ10個発見するか。じゃあキュリオシティにしよう。メインイベントが発生しました。メインクエストが発生しました。メインクエストはクエストを選んで、クエストを、選んだクエストを達成すると、
リワードがもらえるとともに、どんどんとストーリーが進んでいくものになります。これはエンドレスレジェンドと同様ですね。トレイショ防災ここや。えらいクソ近いな。包囲して殺そう。そしてにっこりしよう。テキストの出来が良さそうだから日本語化できないのは辛いな。それな、うん、思う。メインクエも選択で幅が出るから似たようなプレイにならなくなった。もう一席追加します。パトロールシップでもある程度惑星包囲ができるって助かりますね。ヒーローレベルが上がりました。とりあえず飯増やそう。でマウスの右クリックで戻る、言ったらそのゲームの画面に戻れるっていうかすごい助かるんよね。ギラクティックシミュレーション3だとエスケープキーを押さなくちゃいけなくて、なんでこのユーザーインターフェースしてんだよクソ野郎って。マウス2つ、マウスボタン2つあるんだったら2つを使わせるっていう部分が、エンドレススペース2に関してはエンドレススペース1なりエンドレスレジェンドを実体で既にやってたので、すごく助かります。それぐらいやってて当たり前よって部分ができてるってのは本当にね、ストレスが全く感じませんね。こういうのをプレステ4で出したらどれくらい売れるのか興味ある。そうですね、レベルギャラクシーも結構当たってますからね。艦隊組みました。これでちょっと減るかな。あと2ターンで死にます。パトロールスチップ2体で包囲して、あと2ターンでこの星が潰れる予定です。死ねー、殺せー。戦争や戦争。あと3段か、セトル作っとくか。ただね、船の維持費がね結構でかくなっちゃってるんで、船の維持費がでかくなってるから船2隻用意してるんだので、お金がどんどん減っていきます。お金パトロールシップで潰れる植民地惑星探索もしようぜ。惑星探索、ちょっとこの前哨基地滅ぼして、うちが入植してから序盤ね結構近いとこういうのをきっちりとやっていかないといけないのがちょっとね、うん、まあ、ホレイショとあんまり仲が良くなくなると思うんだけど、ホレイショ人口増えるの早いなと思ったら、こっちも4人増えてるから一緒か。うん、キュリオシティをそろそろ研究したいんだけど、キュリオシティ何も見つかってないんだよな。入植、ここはキュリオシティがないな。あ、ここ1個あったわ。お金が減っていくな。どうしよう。あと14ターンやろ。プローブで調査できるやん。それはちょっとずつやってる。あ、なるほどな。もうちょっとプローブを使い方をこういう風にしろっていう風に言ってるわけか。これくらい嬉しそうにガルシブさんもプレイすればいいのに。いや、ギャラクティックシミュレーション3楽しんでますよ。楽しんでないわけないやん。配信を開始しました。あ、リサーチしろって。お金が減ってきたんで、お金を稼ぐ研究をしていきましょう。いきなり恐喝とはやる気ですな、虫野郎。あ、ここ滅びましたね。ごめんな。やけど何の防御もつけんの、入植しだしてお前が悪いんやかんな。さあ、ここが次包囲されてきて、うちのどうやら戦争が始まったらしいっぽいね。誰が戦うのこれは。
海賊船じゃないよな。アタッカー出ちゃってんな。倒せるか。今のギリギリ勝てるってぐらいか。海賊か。ギリギリ勝てるってぐらいかな。まあじゃあやろう。アドバンスモニターで見てみましょう。今回の戦闘は、まあ、3枚のカードを使ってそれぞれ、これだったら、チームスピリットだったら、モラルが 50% 向上。んでから、トリビュートだったら、55% フル、プレートが向上。んでから、ディフェンシブだったら、シールド 75% って形で、それぞれ、まあ、ルートに関してはあまり見栄えだけだと思ってください。こういったカードによっていろいろと、戦闘の能力をつけれるものになってます。ルートも結構変わるっぽい。そうそう、変わる変わる。さあ、戦闘です。消極的だと遠距離メインの航路になる。まあ、今のところキネティックしかないので、近距離メインですね。こういうジャンルってコンシューマーでほぼ展開されてないから商売の目ありそう。でも客層の違いでやっぱ売れんかな。そうやね、やっぱストラテジーはPC でやんなくちゃっていうようなイメージありますからね。でオーバービューカメラにすると今現状はこうやって見えるわけよ。どういう風に航路通っていくかなりですね、どういう風にダメージ与えてるかっていうのが出てくる形になります。フリーカムだと、実際にこう自由にカメラを動かせるものになってます。こういう具合でね、オートカメラだったら、演出が映えるように、マイケル・ベイがですね、ちゃんと演出の仕事をしてくれます。そうね、オーバービューカメラはすごい嬉しいですね。実際にどういう風にダメージ交換してるのかってはっきり分かるようになったんで。位置とどう違うの？ソフトのコンバットコンピューターみたいだ。位置はフリーカムとオートカメラしかなかった。で、2になってからオーバービューカメラって形で今どういう風にダメージを交換してるかっていうのがちゃんと表示されるようになったっていう。ガルシブさんの戦闘しょぼかったもんね。はい、ゴミですね、あれは。 This is ゴミです。さあ、一石も損失なく無事勝てたんでよかったです。で次、うちが包囲されちゃってんので、まずこの船を、取っ払っていきましょう。内政はどう違うの？内政は大体一緒やけんね。勝てるかどうか分からへんな。どうやらプローブが祖母に当たったらしい。ほんでから、ノエシーがどうやら、誰だこれ、祖母かなが、どうやら、結構程度のいい惑星見つけたって言ってる。次、海賊船と、
アドバンスにして、劣勢だね。劣勢やった、ちょっと見てなかった。あー、敵2隻いるんか。いや、1隻だったはずだよな、確か。戦力評価は装備と距離で当てにならない。分断し見れへんか。まあ一石失うつもりでやるか。敵のステータスが今のところは船自体の性能差かな。画面かっこいいな。やと思う。うん、敵は単純にアタッカーなんで、ハードターゲット、ロングレンジ取るって言ってんのか。めんどくせえな。まあロングレンジでいい。で、取るんやったらロングレンジで殴り合いせなあかんってことやしな。とりあえずモラルだけ上げとくか。ヒットポイント増やすか。うん、で、なんとかやりきること祈ろう。まあやっぱりギャラクティックシミュレーションする戦闘と見比べてやっぱ全然やっぱ違いますね。クレイバーの船がいるもんかなと思ったんで、クレイバーじゃなかった。はい、キャンにするとこういった具合で、こういった具合になります。前はこういったゲーム中にどういう風なダメージを交換してるかって表示がなかったんよ。その辺が結構苛立ってたんだけど、今回はちゃんとその辺やってくれるからすごい嬉しいですね。遺跡沈んだっぽい。沈んだ。あ、ダメだ、壊れた。前は遠距離戦、中距離戦、近距離戦のタイミングで撤退なりどうこうできたんですけど、今回はもうアニメの影響も感じるフランス人だからアニメ見てるのかね。前は戦う途中、戦ってる途中に逃げることができたんですけど、今回戦う途中に逃げられない形になっちゃったんですね。いやいや、どうしよう、倒せると思ったけど倒されへんかった。アタッカーまだ作ってないんだよな。パトロール戦しか作ってないからな。そうやね、探査戦では勝てなかったよ。逃げれるか。ギリちゃん、海賊の量調整したって言ってるけど質が上がってる。こういった最序盤から海賊出てくるのは確かに初めてですね。とりあえずお金はかかるけど、パトロールシップ2隻は欲しいんだよな。でも研究でお金増えるようにしときたいっていうのもあるんだけど、こっちが中型船解禁してないのに海賊は出してくるし。っていうか、アタッカーするのは出てないからね、今。こ
今年の宇宙 4X はこれ以外に目玉ないの？ステラリスユートピアかな。うん、あのギャラクティックシビリゼーション3クルセイドっていうすごい面白そうなタイトルのゲームが出てくるんですけどね。まあそれに関しては後でもうちょっと説明します。ひとまずまあセクトアが今年中にはアルファが出そうな雰囲気とで、あースペースセクターか、あースタスペースセクターアルファ早いな。そう考えるともうちょっと時間かかる思ってた。さあ勝てるでしょさすがに。これで負けたらやんないん、やんなるね。2月にフォーラムから VIP 招いてテストしたって。へえ、興味あれば応募できるって昨日言ってた。勝ちました。いや序盤から大変でしたね。あれ？あ、テクノロジーアンロックしないと進めないって。まあまあ時期アンロックするでしょう。そうだ、戦闘戦地を作っとくか。クリエイト。エクスプローラーシップで。エクスプローラーシップしか今ないんだよな。一応。プラズマビームと、オーパルビームと、イオントーペイドと、あとは、ハイスラッグ、ハイ、ハイアイスラッグがあるね。2問しか載せれんから、まあ、スラッグじゃなくても、とりあえずビームとミサイルにしとこう。んでから、シールドと、あとは、まあ、鉄板を積んで、まあ、とりあえず、まあ、戦闘でできんこともないってぐらいの船を一応用意しておきました。ロングドミニアムで戦うってやつですね。名前作らないと。じゃあ、チープで。ワーデルは S2 に嫉妬してイチャモンつけたりとかしてないの？まあないよ。嫉妬するも何も格が違うしさ。これだな。4ターンで研究するからそのうち完成するんでしょ。戦闘力が高い、コーペレーティブクエストスタート。あ、これ知らんわ。
リーパーとで、先導、エクスペンションとエクスプロールキュリオシティ、6つ見つけたら、リワードが手に入るって話。はい、わかりました。メジャーリーグとマイナーリーグの差か。あ、16ターン経って、もうそろそろですね、ちょっとうちがなんていうか、方位じゃなくて停戦じゃなくて妨害してたから相手の船が前に進めなかったみたい。これでようやくお金が稼げる。まあ14ターンかかるけど。今政治形態どうなってんの？まあインダストリーか、まあそれは勝ってるわな。ちょっと待って、予想が全然違うぞ、これ。これが予想図らしいですよ、次の。パシフィストが妙に高くて、インダストリアルが、21%。このままだと負けるな。前とはあんまり変わってないですね。いや、ミリタリーかな。うん、ミリタリーになってんね、ちょっと。すいません、ちょっとトイレ行ってきます。これがまあ、ちょっとこの画面でちょっと止めます。少しお待ちください。与党維持するの大変。野党が民進党みたいな野党じゃないんだろうね。政体によってはスキャンダルを暴露できるよ。
ごめんね、帰ってったよ。よいしょ。今日風邪ひいてて調子悪いって言ったじゃん。その影響でちょっとお腹の調子が悪くなってんのよ。さあ、順番に説明していきましょう。今回の目玉ポイントはこれです。聖剣です。ゲームを地区とスタートした時点で、まあ、やることなすこといろいろと、政治体制が変わっていくってお話をしていきました。で、それに関しては、こういった施設を作ると、その作った施設に応じて、ポリティカルなインパクトが発生しますし、戦闘すれば戦闘すればで、ミリタリーが増えていくし、少数国家と外交していけば外交していくで、例えばその、君いいねって形でいいねを送ると、ポリティカルインパクトで、パシフィストが増えていくというものになってます。で、そうした結果で、だいたいその20ターンごとに選挙が発生して16ターン目ぐらいに、まあ、次はおそらくこういう風な結果になりますよっていうのが表示されます。これが政治になります。今回で言うと特にパシフィストらしいことをしたこと覚えてなかったんですけど、まあ戦闘しまくったおかげで、ミリタリーが伸びていったって形になりましたね。で、今現在の最大勢力はミリタリストになってます。で、このまま決まってしまうと、政権がミリタリストになって、いろいろと、エフェクトが発生します。例えば、インダストリアルなんかで言うと、ビルディング、コンストラクション、リクルーティングインダストリアルヒーロー。まあ、ヒーローでインダストリアル系のヒーローが手に入るなりですね。惑星入植するなり、いろいろ、間違った。ここに出てるのは、どういう行動を行えば、政権が取れるかだ。この下のこの辺に出てるやつね。インダストリアルなんかで言うと、インダストリアル系のヒーローを雇うなり、惑星に入植するなりすると、インダストリアリストの、派閥が増える。パシフィストで言うと、お金稼ぐ施設作るなりですね。あと何回やったっけ、エンカウンターシビライゼーションだ。他の外交、他のメジャー国家とたくさん遭遇したから、それで、パシフィストの気質がどんどん上がっていく。パシフィストの気風になってきてるんだ。エコロジストで言うと、まあ、食料が増えるなり、惑星のモラルが増えるって施設を建てると、増えていく。で、こちらミリタリスト、戦争すると増えます。簡単な例で言うと。といった次の予想図が、今日はつべにあげます。出会っても平和的に離れないと思うんですけど。まあ、俺もそれは思うね。まあ、こうさ、ポリティカルサーベイ、政治的な、調査で、一応こういうふうな結果になるよって形で出てきました。ここからあと、まあ、あと数ターン進めて、ゲームがどうなるか見ていきましょう。パトロールシップはどうやら海賊に捕まったっぽいですね。リトラクト逃げる。結局こっち進まれへんやんけ。しばくぞ。封鎖されてんの、もしかして喧嘩売られてるっぽい。相手の船は探査船同士か。なんか最初の惑星入植するまでえらい時間かかってんだ、ほんまに。
ここもここで海賊いるな。海賊だらけですな。養殖中は本国からの食用船がメインだね。うん、海賊だらけですね。これ以上喧嘩売ってんのか。研究完了した。コロナイザーが住めるようになったんで、どっちに住もっかな。ハイペリーもあるからこっちに住もう。300ターンえらいかかんな。あー、またほんま君ら嫌がらせ好きやね。食用でない星、いや違う、あの包囲された。海賊に、海賊と保冷所が今包囲してる。喧嘩して勝てるんかな。勝てるには勝てるけんな、喧嘩して。まああと一旦経ったらディプロマティックメッセージ出してんね。うん、ちょっと武装マシンしたユニットで戦闘でもやってみますか。あ、戦闘どうやらビデオ見るの忘れてた。ここにクレーバーがいるんで。また船来た。もうめんどくせえな。全然こっち入植すまへんし。配信を開始しました。これでようやく20ターン経過した。えらいかかったな。海賊めっちゃ多いんですけど、互角やって、じゃあちょっと戦闘を見てみましょう。ポイント2シールドと相手も遠距離戦やるって言ってんの。で相手側船はレーザーがしたいか。ほなあんまり跳ねられても困るってことか。前に突進してみましょう。じゃあこれで用意ドン。
優勢って出てるんやけど、その通り勝てたらええけんね。まあ前は結構こういった海賊が出るのがちょっと遅かったんで、戦闘がいきなり始まるのは助かるには助かるんですけどね、見栄え的に。ミサイルもがっつり飛んでるね。よしよし、まあ、まだ船がちっちゃいんであんまり派手な動きはお見せできませんでしたけど、一応その強い船使って勝ててよかったですねってお話。さあ今のところ見守るぐらいしかできないんだけどね。パトロール船がもうちょっと持ちそうにない感じがするね。あ、ミサイルがヒットした。すげえでかい。100ダメージだって。パトロール船が持つか。よっしゃ、あーなんとか損失せずに済んだ。オッケーオッケー。問題はこの辺なんだよ。海賊はいくらでも湧いてくるんだけんな。あと2ターンかかるんか。うん、政権がこの後どうなるか全く予想がつかないんだよな。海賊はマイナーファクションのシステムから湧いてくる。あ、そうなんや。こいつがっつり止めてくれてる気がせんでもないんやけど、それでも湧いてくるのはしゃあないな。ターンエンド。
はい、20ターン経過して、選挙が始まりました。ここがエンドレススペース2の、焦点になりますね。先ほど16ターン目あたりに、ポリティカルサーベイという形で、政治の事前調査が行われました。でそれに基づいて、今こういう形でこの 20ターン経過した時点での行動によっていろいろとアクションが発生します。インダストリアルは、大多数を占めてたはずが今のところ 21% で、たくさん他の国家と出会ったんで、パシフィストが、25% まで上がってます。いったら平和的に行こうよっていう形の考えの人々が増えている形ですね。ただ一番大きいのはやっぱ海賊退治してたおかげでですね、こういったミリタリーがすげえ伸びてます。で今回行うのは、このインフルエンスを使って特定の政権を強化するという、アクションがあります。政権はずっと維持し続ければ維持し続けるほどどんどん と、強力な、法案が、施行できる形になるので、やっぱ安定させておきたいって気持ちはある。で強力な法案になればなるほど、一旦あたりに消費する、まあ、外交ポイント、インフルエンスのアップキープがどんどん重なってくるので、こういった政権をコントロールするときの、外交ポイントに問題が出てくるっていう形になってます。前の場合だと法案を通す時点でまとめてごそっと、外交値を払う形だったんですけど、今回の、今現在バージョンでは選挙するときに、外交値をがっつり使って、そして、政権を保持して、で通常時は、保持してるからどんどん強くなる、法案を使っていくっていうような形になるのよね。なんで、影響力が稼げない国家なんかで言うと、こういった、自分の行った行動イコール、周りの国の関係なり外交なりですね、戦争によって、計画が大きく狂う、こういった政権のコントロールが難しくなるっていうものになってます。ただ今現在僕が使ってる、ユナイテッドエンパイアは、施設を作れば、勝手に作った分だけ、外交値がインフルエンスが増えるっていう結構便利な国家になってますので、ガンガン施設建てまくって、そして政権を固定していくっていうのがユナイテッドエンパイアの強いポイントになってます。多分今回のこのエンドレススペース2の、ゲーム設計に一番わかりやすい説明ができるっていうのが多分ユナイテッドエンパイアだと思う。施設作ってインフルエンスどんどん貯めて、それで政権をがっつりと保持していこうっていうのがいう形で分かりやすくルールが説明できるので、で今のところこのまま放っとくと、このポリティカル、このミリタリストが政権取っちゃうので、このインダストリアリストをがっつり と、サポートしていきましょう。で取れるのは、どこかの政権をサポートするかが自分の政党に干渉できるようになるのかな。いや自分の政党だけですね確か。でほら敵に政権左右されたらすごいイラつくやん。さすがにそれはないと思うねん。で政権を取った後どういうふうな法案が使えるかって、こういうのが使えるようになります。どんどん強くなるとね。でアップキープはその分コストかかりますけど、強力な、法案が使えるようになる。完全にもうインダストリアリストに偏ってしまったんだったら、人口につきプラス3、ハンマーが出るっていう強力な法案が使えます。ただしアップキープが人口ごとに、インフルエンス4消費するっていう結構厳しいです。ミリタリストの場合だったらどうなるか見てみましょう。ウォーモンガーは、特になし。戦闘、
所詮選挙もプレイヤーって名前の銀河皇帝を補佐する政党選びにすぎん。戦闘に勝つと、インフルエンスが増える、じゃなくて、モラルが増えるか。でから、船のコスト 20% ダウン。これ結構でかいね。別にインダストリアルじゃなくて、ミリタリストでもいいんですけどね。今戦争してる真っ最中なんで。ですけど、まあ一応インダストリアリストにしておきましょう。で、そういった、どの政権をサポートするかっていうのに鍵だけでなく、どのサポートを凹ませるかっていうポイントも、支払うことができます。これらはどれか一つだけですね。なんで、インダストリアルサポートを選んで、ネクスト。システムが1個しかない。そしてここは同率だ。システムが何個かあると、もうすでに入植完了した、惑星であって、星系があると、どの政権のサポート、どの政権で選挙するかっていうのを選ぶことができます。で、その選挙する政権によっても、また人口によって、選挙する政権にいる種族の、政治体制によって、こういった、追加の効果が得られるものになっているんですが、今のところ1個しかないので選べませんでした。さあ、ネクストステップ。同率。同率の場合どうなるんだろう。あ、インダストリアのままだ。はい、こない形になりました。コールザスペースマン、スペースマン？なんだこれ？ヒーローがいる方が与党かな？今回どっちも一緒でしたね。ヒーローを雇う行為そのものに、一応、インダストリアルが発生する。まあ、インダストリアル系のヒーローを雇うと、インダストリアルが発生するって形になってるんですけどね。これは？オンサムは、ユアシステム。オーディエンスクラス、クラスフリクション、スキーム、政権が分裂してるっていうふうに言ってんのか。クソイベですね。序盤に生産力マイナス15はやばすぎるので。まあ、モラル下げるかな。でも、モラル下がると、モラル下がったで、まだ生産力も下がるんですけどね。で、どっちか政党選べっていうふうに言われてる。はい。誤差だよ誤差。ですね、選挙ごとに選挙の結果によってああいったものが発生します。あ、政党変わらんかった、よかった。けどダメージでかいね。あ、でも最大政党がミリタリストになってんで、あ、どっちも選べるんだ、よかった。で、政治体制を作って、どんどんと強力な、政治体制、じゃなくて、どんどん強力な法案を、通していきましょうっていうのが、エンドレススペース2の、政治体制になってます。前作で言うと、前作じゃねえわ。エンドレスレジェンドで言うと、20ターンごとに影響ポイントをがっつり支払って国家特性を作っていきましょうっていうシステムになってました。で、今回のそのエンドレスレジェンドじゃなくてエンドレススペースの場合は、自分の行った行動で、政党が決まり、そしてその政党によって、使える法案が変わってくるというものになってます。で、普通にプレイしてたら、結構バラバラ、先ほどのポリティカルサーベイみたいな形でいろんな、派閥で分裂します。で、そういった分裂する派閥を、影響力を突っ込んで、政党を保持していく。で、政党を保持して強力な法案をアンロックしていくか。こういった具合でね、していくか。または、そういった強力な
政治操作を行わず、自分のやった行動に対して決まった、政党によって、それぞれ、今使える法案だけでやりくりするかっていう二択になってます。まあ、どんどん頑張って、これは序盤のインフルエンスの使い道っていうのは、まあ、言ってしまったら外交、メジャー国家との外交か、相当嫌われてると思うんだけど、ホレイショに。まだそんなに嫌われてないか。メジャー国家との、外交で、インフルエンスを使うか、マイナー国家との外交でインフルエンスを使うか、で、まあ、20ターンごとに起きる選挙でインフルエンスを使うか、この部分に関しては、インフルエンスの使い道に関しては、今のところエンドレスレジェンドと変わりませんが、20ターンごとに起きる、こういった選挙のシステムによって、常にインフルエンスを使い続けて強化するか、それか、インフルエンスがっつり貯めて、政党を操作して強力な、法律、法案をアンロックするか、二択になったっていう点で、エンドレスレジェンドの時の、20ターンおきに、影響力がっつり消費しなくちゃいけないから、影響力がっつりと貯めとかなくちゃいけないので、普段外交なりなんなり全然できずにですね、ただひたすら影響力貯めるっていうゲームがなくなったっていうのが、このエンドレススペース2の大きな拡張になってます。はい、これがエンドレススペース2の、ゲームの基本的な流れになります。これをまあ20ターンおきにやっていくっていう形ですね。まだ今のところ銀河がこんだけしか操作で、探索できてないんだけど。序盤からひどい目に遭ってますが、まあ、今後のおかげでですね、戦闘の方もお見せできましたし、選挙の方も説明できましたんで、まあ、こんな感じのゲームになりますよっていう部分はお話できたかなと。うん。で、この後、まあ、詳しく、もう、発売した後にやり込んでから、もう一回、皆さんの前に、お話しですね。もうちょっと強力な船なり出てきた時のお話を、できたらいいなって形で考えてます。それでは今回のエンドレス、スペース2は、この辺で、終了させていただきましょう。発売がいつになるかわかりませんが、今現状のSteamで3000円で購入できる、アルファ版でも、随分と遊べるものになってますので、興味ございましたらご購入ほどよろしくお願いします。であともう一回、種族が追加されるとともに、戦闘でファイター、戦闘機ですね、戦闘機と爆撃機が追加される形になりますので、より、戦闘の見栄えが面白いものになるかと思います。エンドレススペース1も、ファイターが追加された時にですね、いろいろカメラアングルが結構な、派手なものになったんで、戦闘見てるだけで楽しめるって形になりましたんで、その辺の戦闘のビジュアルも大きく変わるっていう部分に期待をしていきましょう。それでは本日はこの辺で、エンドスペース2の、放送を終了させていただきます。ご視聴いただきどうもありがとうございました。